ビーズをやることになって松本さんの方が曲書くんで、まあ詞は僕がやればっていう単純な理由でスタートしたんですけど、あの行き当たりばったりみたいな、行き当たりばったり、めちゃくちゃ苦手です。もう1枚目レコーディングして、それがこのレコーディング終わってすぐもう2枚目のレコーディング始まったんですよ。そこは迷いはないっていうか、もうやるしかないっていう、それ以外に他に何もなかったので、正直苦しかったです。とにかくできないな、できないなって思ってたことしか覚えてない。まあ、基本は実体験と想像とかそういうところでしょうね。スイートルームなんか泊まったことない。好きな人をこう列車で連れ去るなんていうのはやっぱりロマンティックなシチュエーションだなと思ってましたしね。サボテンはうちにあったんですよ。ウルトラソウルはだから、どっから来たのかな。恋愛っていうやっぱりその永遠に続くものじゃないから、まあそこまで大切になると、そのなんかその幸せだけじゃなくてちょっと怖さみたいなところがたまにこう、愛のままにわがままにっていう、で止めてた。小町っていうのはどっから太陽どっから出てきたのかな。合体した瞬間覚えてないんですけど、小町というオセロではないですね。布団を噛んでってこう思いますよね、見たらね。椅子はまあ正直に言うと、まあ実体験みたいなところも止まらなかった。もうマグマっていうタイトルの通り、自分のアンテナの問題なのでね、そこがみんな人それぞれ違うじゃないですか。だからみんな歌詞、誰でも歌詞書けるし、